函館本線。函館本線は、北海道函館市の函館駅から、おしやまんべ駅、小樽駅、札幌駅を経由して、旭川市の旭川駅を結ぶ、北海道旅客鉄道、JR 北海道の鉄道路線、幹線である。北海道最古の鉄道開業区間を含んでおり、以来本州との連絡を、主な目的として、北海道における鉄道輸送の期間を担ってきた。 現在は、函館駅から旭川駅までの全区間を運行する列車はなく、函館駅おしゃまん駅間、おしゃま小樽駅間、小樽駅札幌駅浅岐川駅間の各区間で、それぞれ路線の性格が異なっている。おしゃま小樽駅間以外では、現在も道内の主要幹線としての使命を担っている。市線、別線を含めた、 総営業キロは458.4キロメートルで、これは北海道で最長である。函館駅おしゃまんべい間は、函館市と札幌市を結ぶ特急列車や本州からの貨物列車、JR 貨物による運行のメインルートとなっている。現在、これらの優等、貨物列車はおしゃまんべい駅から、先の区間は室蘭本線、千歳線経由となる。 一方、おしゃまんべきる駅間は、ローカル線と化している。おしゃまんべ駅から、室蘭本線、千歳線を経て、札幌方面に接続するルートを、海線と、通称するのに対して、函館本線のこの区間は、山線と呼ばれ、通称としては、山線の方が古くから存在する。かつては、おしゃまんべきる駅札幌駅間の山線にも、多くの優等列車が往来し、 昭和40年代までは C62 形状機機関車の従連による、牽引の急行列車など蒸気機関車が集結したことでも賑わった。ただ、小樽駅までが単線な上、急行配、急曲線が連続する速度向上に不利な線形を得ていた。対して、海線経由は 30km 以上遠回りであるが、もともと線形もよく所要時間も短縮できる上に、 比較的沿線人口にも恵まれていた。特急列車の登場以来、徐々に函館駅札幌駅間のメインルートとしての役割は海線へ移り、各して1986年、昭和61年11月1日に定期の優等列車が山線から全廃され、その後は物産噴火や海線での輸送障害時の迂回、また観光シーズンの臨時列車として、 有等列車が山線に入線することがある程度である。函館駅から小樽駅までの区間は、北海道新幹線の新函館北斗駅、札幌駅間延伸時に JR 北海道から第3セクターに経営移管される予定である、今後の予定不死を参照。小樽駅旭川駅間は電化されており、このうち小樽駅滝川駅間は国鉄による道内で、 最初の電化区間である札幌市と旭川市の両都市を結ぶ特急列車は道内最大の運転本数を有し旭川を越えて網走市や稚内市まで接続する JR 北海道の最重要区間である。また札幌都市圏にあたる小樽駅岩見沢駅間は近距離利用客が多いため快速を含む普通列車が多く運転され IC 乗車カードキーとかの 利用エリアとなっている。北海道旅客鉄道の支社管轄は、函館駅に府駅間が、函館支社、沢原支線含む、木名駅滝川駅間が、本社鉄道事業本部、エベオ津駅旭川駅間が、旭川支社である。区間ごとの輸送密度は、以下の通り、区間ごとの収支、営業収益、営業費用、 営業損益と営業係数は以下の通り、いずれも管理費を含めた金額である、はマイナスを意味する。なお、小樽駅札幌駅岩見沢駅間は、札幌県各線と合わせたデータのみが公表されており、単独のデータは不明。起点の函館駅から出発すると、五両角駅を過ぎるまで、函館市内の住宅地が連なる。七重駅大沼駅間は、 本線と支線の二手に分かれ、大沼駅付近では、駒ヶ岳が見える。大沼駅、森駅間は、駒ヶ岳を挟んで山間部を通る本線と海沿いを、通る支線に線路が分かれ、全く異なる、車窓風景が見られる。なお、大沼駅付近では、大沼国定公園指定の沼が何度か見えるが、大沼が見えるのは、大沼公園駅を過ぎた後の右手側と流れ山。 温泉駅付近の左手側だけであり、大沼駅付近でそれ以外の場所、方向に見えるのは、大沼ではなく、お沼である。森駅おしゃまんべ駅間は、噴火湾、内浦湾沿いに、海岸線を進む。おしゃまんべ駅からは山へと分け入り、急勾配の峠に挑む。ニセコ湾ヌプリや洋亭山のふもとを過ぎると、夜い地からは沿線に、果樹園が続き、乱闘駅付近から、 再び海岸が近づいて、小樽駅へ至る。小樽市内の小樽築港駅、先関駅間では、間近に日本海を望むことができる。石狩湾を離れると、いよいよ札幌市へ入る。札幌駅を中心とした北海道最大の都市圏を抱え、沿線は住宅地の他商業地域やマンションが目立つようになる。札幌駅から白石駅までは、 千歳線専用の線路、外側2線が、函館本線、内側2線が、千歳線と並列し、両線の列車の同時発車も見られる。江別駅を過ぎると徐々に、田園風景へと移り、岩見沢駅から、滝川駅にかけて平らかな石狩平野の国葬地帯を北上する。並走する国道12号に、日本一の直線区間があるように、函館本線もこの区間は、 長い直線が続き、特急、カムイ、ライラックをはじめとする優等列車や721系、731系、733系、735系電車による普通列車もその性能を遺憾なく発揮する。沿線は時折市街地を挟みながら田園風景が続き、車窓の変化は少ない。並行する石狩川を モセウシ駅の手前で初めて渡り、収めない駅地下文駅間は、継承地であるカムイコタンを長いトンネルで抜ける。1969年に切り替えられた新線は、複数の山を合計5本のトンネルで貫き、伏線、電化の際に曲線緩和と距離短縮を目的として建設されたが、引き換えに車窓風景を失った。石狩川の屈曲に合わせて橋を通っていた線は、 旭川サイクリングロードとして整備されてお、途中のカムイコタン駅跡には、旭川市の有形文化財に指定され再整備された、駅舎やホームが残されているほか、3両の蒸気機関車も、生態保存されている。地踏み駅を過ぎて再び、石狩川を渡ると、終点の旭川駅に到達する。かつては、校内南側に、ヤードや、機関庫などが広がっていたが、 北斎と朝日川、は、計画に伴いすべて撤去され、跡地に高架化された駅舎を新築し、2010年、平成22年10月10日に一時開業した。室蘭本線、千歳線を経由して、函館市札幌市間を結ぶ幹線の一部で、特急、スーパー北斗が、ほぼ1から2時間間隔で運転され、岩見沢駅、旭川駅間に次ぐ、特急街道であるが、 新函館北東まんべ間は、非電化で、一部区間では、単線のままである。なお言うと列車の大沼駅、森駅間については、定期特急列車はすべて距離の短い駒ヶ岳周りの、本線、大沼駅、大沼公園駅、駒ヶ岳駅、森駅間経由で運転される。かつての特急、急行列車は、本線の急勾配を避けるため、上りが、沢原市線。 大沼駅、大島、佐原駅、森駅間下りが本線。こちらが勾配を下る形となると分けて運転されていた。しかし、時代とともにエンジンをはじめとする車両性能が向上したことや、観光地である大沼公園があることから、特急列車のルートは次第に上下問わず本線経由に移行していった。なお、貨物列車は現在でも大沼駅、森駅間で上りが 沢良支市線、下りが本線と上下別の運転を行っている。七重駅大沼駅間は、2016年3月25日まで、下り特急列車は、藤城市線を経由していたが、同年3月26日以降は、新函館北斗駅に停車するため、特急列車は上下とも、本線経由で運転されている。下り貨物列車は、現在も、藤城市線を経由している。 このほか函館駅から新函館北斗駅間には、北海道新幹線のアクセス列車として、快速、函館ライナーが運転されている。1986年11月1日のダイヤ改正で、特急、北海、急行、ニセコが廃止された後は、定期運転する優等列車が設定されていない、ニセコ駅札幌駅間などに、臨時特急が運行される場合はある。 またこの区間は、室蘭本線が普通になった場合の迂回ルートとしての役割を担う側面もあり、最近では2000年の鬱山噴火の際に多くの特急列車、貨物列車が迂回運転され、その役割の重要性が再認識された。なお通常は、札幌を中心とする道内各地と本州を結ぶ貨物列車は、おしゃまんべからすべて室蘭本線。 シト線経由で運行されており、貨物輸送の不死を参照。くっちゃん駅、小樽駅経由で、おしゃまんべき札幌貨物ターミナル駅間に定期貨物列車は設定されていない。年間約450万人の都市間輸送量がある。この2都市間や、その中間都市を結ぶ特急、カムイ、ライラックが30分から1時間間隔で運転されている。また、旭川駅から、 赤北本線を経て、北見、網走方面へ向かう特急、おほうつく、および、宗谷本線を経て、内寄、稚内方面へ向かう特急、宗谷も運行されている。なお、旭川駅で、ライラック、カムイと石北本線、宗谷本線の特急を改札を出ないで乗り継ぐ場合、特急料金を投資で計算する特例がある。このほか札幌駅白石駅間には、 千歳線から優等列車が乗り入れる。室蘭本線を経由し、上記函館方面から来る列車のほか、途中の室蘭駅からも、特急スズランが、また赤昌線経由で、根室本線を帯広、釧路方面を結ぶ、スーパーと勝ち、スーパー大空が走る。これら千歳線からの列車は併設された、千歳線列車用の伏線を走行する。 函館駅を中心に普通列車が運転されている。運行区間は、函館駅期車万部き間の直通列車のほか、区間列車が、函館駅期7駅間、函館駅から新函館北斗駅間、函館ライナー、函館駅大沼公園駅間、函館駅、森駅間、森駅を車万部き間などに設定され、函館駅に近いほど列車の本数が多くなっている。 森駅御しゃまんべ間は普通列車に限れば1日、わずか6往復のみである。大沼初大しま砂原経由森駅が、下りのみの設定。下り大沼初大沼公園経由森駅が、毎日1本。上り森初大沼公園経由。大沼駅が、毎日2本の運転で。大沼初函館駅が日曜、祝日及び、年末年始。 大根12月30日から1月3日運休で1本のみの設定となっている。また、2016年3月25日まで、快速列車として、おしゃまんべ発函館駅で、アイリスが、上りのみ設定されていた。これは、旧瀬棚線直通の急行、棚の後ろ見でもある。全普通列車が、ワンマン運転となっている。函館駅五両角駅間では、 道南伊佐レビ鉄道の普通列車が乗り入れるため、運行本数が多くなっている。沢原市線の流山温泉駅は一部の普通列車が通過する。7駅大沼駅間は、本線、新函館北斗駅、2016年3月26日に、小島大野駅から開装、ひと山駅経由と、新線、下り線用、藤城市線に分かれるが普通列車は、 基本的に本線を走る。ただ一部の下り普通列車で、藤城市線を通るものもあり、藤城市線を通る列車は新函館北斗駅と、ひとし山駅は経由しない。2016年3月26日の北海道新幹線開業によるダイヤ改正で、特急列車は本線経由に位置されたが、藤城市線を通る普通列車も引き続き運転される。なお、 1996年、平成8年12月4日に、大島大野駅、ひとし山駅を通る上下単線が、貨物列車の速度超過による脱線事故のため線路、路板が形して、普通となった際、復旧までの間、この藤城市線を上下単線として使用していたことがあった。大沼駅、森駅間は、本線と沢原市線に分かれている。この区間では、 小樽駅を中心に列車が設定されており、普通列車のみのローカル輸送に徹している。朝に、蘭越発札幌行き、夕方に、札幌発くっちゃん行きで、それぞれ1日1本運転される、快速列車、ニセコラナー、急称、マリンライナーもこの区間内では、各駅停車となる。札幌駅発着の列車と、早朝上りの一部列車を除き、小樽駅、または、 くっちゃん駅発着で運転される。車満おしゃまんべき小樽駅間の列車のほかランコシ駅、くっちゃん駅、差別駅、余市駅より開始の区間列車が設定されている。利用客は、小樽駅側でやや多く、日中でも余市駅小樽駅間は1の2両の、車内が混雑する。比較的列車本数の多い余市駅小樽駅間で1時間に1の2本程度。 時間帯により二時間近い間隔もあるの運転、とっている、並行する、路線バスの方が、はるかに多い。この区間で、最も列車の少ないお邪まんべき乱越駅間では、一日、折り4本、上り五本のみの運行になっている。二千十年十二月四日、現在、快速、ニセコライナー一往復と朝のくっちゃん発とマコマ駅一本、夜のオタル初くっちゃんき一本を除き、 ワンマン運転を実施している。例外があるのは、該当列車がワンマン運転に対応していない、キハ201系による運用のためで、小樽駅くっちゃん駅、蘭越駅間でも車掌が乗務している。この区間では、ニセコ周辺のスキーリゾートへ訪れる外国人観光客のため、ワンマン列車では、英語放送が流れる。小樽駅を境に一気に列車の本数が増え、 札幌近郊区間として、快速、エアポート、千歳線新千歳空港直通、区間快速、石狩ライナー、普通列車が札幌駅を基軸に運転されている。札幌を起点とした都市圏輸送量、平成15年は札幌駅小樽駅間で年間に365万人、札幌駅岩見沢駅間で年間1440万人に達している。 ただし、札幌駅が始発、終着となる列車はあまり多くなく、札幌駅を越えて両方面を直通する運行形態が中心となっている。函館本線内で、手稲、小樽方面と江別、岩見沢方面を結ぶ列車のほか、手稲、小樽方面と千歳線の千歳、新千歳空港及び室蘭本線の苫小牧方面を結ぶ列車も多い。 手稲駅札幌駅間は、朝に手稲から札幌駅で特急車両の札幌運転所への改装を兼ねたホームライナー運転されている。総延駅札幌駅間は、薩沼線、学園都市線用の単線が、札幌駅白石駅間は、千歳線用の複線がそれぞれ別線として存在し、いずれの列車もその別線を経由して、札幌駅まで乗り入れている。 小樽駅岩見沢駅間は、日中の一部時間帯を除き、1時間間隔のパターンダイヤが組まれている。1時間に、札幌駅手稲駅間で8の9本、札幌駅江別駅間で5本の運行となっている。手稲駅から星見駅、小樽駅間及び、江別駅岩見沢駅間では、運行本数は減る。2007年9月30日までは、 日中の大部分の区間快速が、手稲駅へ別駅間を通して、快速運転を行っていたが、翌10月1日のダイヤ改正でこの運行形態の列車は廃止され、手稲駅札幌駅及び、札幌駅へ別駅間のどちらかを区間快速とする運転となった、石狩ライナーも参照。手稲駅では、快速、区間快速と普通列車との相互接続が行われている。 2017年3月4日、改正ダイヤの日中の各区間における1時間あたりの平均的運転本数は以下の通り。かつては普通列車の多くが、小樽、手稲、札幌方面と滝川、旭川方面を直通運転していたが、現在では一部を除いて、岩見沢駅で系統分割されており、札幌方面と滝川、 旭川方面を普通列車で移動す場合、ほとんどが岩見沢駅で乗り換えとなる。ただし、直通運転を行う普通列車も一部残されている。ほか、一部の列車は滝川駅で乗り換えとなる場合もある。岩見沢駅、旭川駅間では、快速運転を行っておらず、すべての普通列車が各駅に停車する。旭川運転所の配置起動車の効率的な運用のために、 この区間では、機動車の乗り入れも設定されている。岩見沢駅、滝川駅間では一部の札幌や旭川方面に直通する列車も含め、1時間に1本程度の割合で普通列車が運転されているが、2時間ほど開く場合もある。この区間における普通列車は全列車が岩見沢駅と滝川駅を通して運転しており、途中駅で折り返すなど、 区間運転を行う普通列車は上下ともに設定されていないほか、岩見沢駅から室蘭本線へ直通したり、滝川駅から根室本線へ直通運転する列車もない。滝川駅旭川駅間の普通列車も多くが、岩見沢駅まで直通運転しており、滝川駅旭川駅間のみを運転する列車は少ない。また、この区間では、 機動車を使用した普通列車のみ、ワンマン運転を行っていい。ただし機動車を使用した普通列車でも札幌駅、岩見沢駅から直通運転する場合は、滝川駅、旭川駅間を除く区間で車掌が乗務する。区間運転は、深川駅、岩見沢駅間と深川駅、旭川駅間に設定されているほか、旭川発で深川駅から、 ルモイ本線に直通運転する普通列車も1本設定されている。普通列車の運転本数は、滝川駅深川駅間が最も少なく、頻繁に往来する特急列車とは、対照的に3時間以上間隔が開く、時間帯もある。貨物列車は、五稜郭駅オシャマン駅間と、札幌貨物ターミナル駅旭川駅間で運行されている。 函館駅札幌駅間を直通する長距離旅客列車と同様に、おしゃまんべき札幌貨物ターミナル駅間は、急勾配の、続、山線を避け、距離は長いが、線形の良い室蘭本線、千歳線を経由する。五両角駅札幌貨物ターミナル駅間には、コンテナ車のみで編成された定期の高速貨物列車が1日上下21本ずつ、設定され、室蘭本線、 千歳線とともに、本州と北海道を結ぶ幹線として機能している。なお、函館駅おしゃまんべ間の貨物駅は、五両角駅のみで、貨物列車は運転停車を除き、途中駅には停車しない。また五両角駅は、青函トンネル用電気機関車、あ800型が乗り入れるため、道内の貨物駅で唯一着発線が電化されている。新函館北斗駅をた駅、 東室蘭駅間は、非電化のため、すべての貨物列車は、五両角駅、函館貨物駅にて、機関車交換を行う。五両角以北に営業運転の電気機関車は、乗り入れず、海峡線、道内佐い日鉄道線を除いて、道内を運行するすべての貨物列車 DF200 系、ディーゼル機関車が牽引する。五両角駅以外の電閣環状。 東室蘭駅沼の丹ウ駅札幌駅間と小樽駅北旭川駅間にある道内閣、貨物駅は着発線を含めすべて非電化である。札幌貨物ターミナル駅旭川駅間で運行される列車は基本的に宗谷本線に乗り入れ来た旭川駅を起点、終点としている。この区間では高速貨物列車に加え専用貨物列車も運行されている。 定期の高速貨物列車は、札幌貨物ターミナル発北旭川行が1日4本、北旭川発札幌貨物ターミナル行が1日2本、運行されているほか、北旭川発で、岩見沢駅から室蘭本線に乗り入れ、苫小牧、東室蘭方面へ向かう列車が1日2本、運行されている。季節運行の臨時高速貨物列車は、 根室本線フラノ駅や関北本線北見駅と札幌貨物ターミル駅を結んでいる。札幌貨物ターミナル駅旭日川駅間の貨物駅は札幌貨物ターミナル駅と滝川駅がある。専用貨物列車は室蘭本線本和西駅北旭日川駅間で運行され、苫小牧駅岩見沢駅間を室蘭本線岩見沢駅旭日川駅間を 函館本線を経由している。本和西発北旭川行の列車は1日2本運行されており、石油製品を輸送するタンク車を連結する。その逆の北旭川発本和西行のタンク車変装列車は1日1本運行されている。これらの列車を保管する臨時の専用貨物列車も本和西駅北旭川駅間に1日1往復設定されている。なお、 JR 貨物は札幌貨物ターミナル駅内誤駅間においても第二種鉄道事業者となっているがこの区間を定期的に運行する貨物列車は設定されていない。季節列車は除く室蘭本線直通列車、軽油列車の車両は室蘭本線使用車両も参照のこと。また、東路線の五両角駅函館駅間のみを走行する車両や 札幌駅白石駅間のみを走行する車両についてはそれぞれ通り先のエサシ線使用車両、千歳線使用車両を参照のこと。普通列車は軌動車と電車で運転されている。特急、急行、快速列車については各列車の記事も参照。函館本線は北海道の鉄道の発祥路線である。 1880年、明治13年から1882年、明治15年までに、関営ホロ内鉄道の手で開通した手宮駅、小樽市、現在廃止札幌駅、ホロ内駅、三笠市、現在廃館の鉄道がそれである。関営ホロ内鉄道の路線を譲り受けた、北海道単行鉄道、北海道鉄道、初代、千歳線などを建設した二代目の、 北海道鉄道とは別会社及び北海道庁が運営する北海道間接鉄道によって建設され北海道関営鉄道は1905年明治38年に鉄道作業局国有鉄道へ編入北海道大港鉄道と北海道鉄道は1906年明治39年に成立した鉄道国有法によって買収され国有鉄道線となったものである イギリスに判を取った本州の鉄道に対して北海道の鉄道はアメリカの技術を導入して建設されており全面に買うキャッチャー煙突には巨大なダイヤモンドスタックを取り付けたアメリカ式蒸気機関車が輸入され客車もマッチ箱と称される本州の四輪車に対し開拓志望客車に代表される木造台車を履いたボギー車が使われた。吉常、弁慶 静かなどと命名された機関車、後の七千百系は、現在も、鉄道博物館、埼玉市、交通科学博物館、大阪市、小樽市総合博物館、鉄道、科学、歴史館、小樽市にありされており、その姿を見ることができる。大沼駅をします。サーラ駅、森駅間については、第二次世界大戦中の輸送力増強のため、急勾配の開催する駒ヶ岳駅周りの、 バイパスとして建設されたものである。同区間に並行して、お島海岸鉄道、森駅沢原駅間、大沼電鉄、現在の大沼公園駅鹿部駅間という2つの私鉄が存在したが、函館本線の建設に伴い買収、廃止された。小樽地港駅千館駅間は工事の容易な、石狩湾の海岸線に付設されたが、当時は、汽車の煙や火の粉が、 漁業に悪影響を及ぼすと考えられており、漁獲量の減った都市を中心に、沿線の漁師との間で、たびたび保障問題に発展したため、余市駅塩屋駅間では、浜を避けて線路が敷かれている。戦前は、青函航路と地泊航路を返しない地とからふと、その後も、本州と道内各都市を結ぶ動脈であったが、小樽における、貿易、民間航路、 漁業の衰退と、金融の中心機能の札幌への移転、また、室蘭、苫小牧地区の工業の発展と補調を合わせた、室蘭本線、千歳線の開業により、地位の低下が始まり、道内初の特急である、大空を、はじめ、新規の優等列車は、海線経由で設定されることが多くなっていった。さらに、航空路線の拡充に伴い、国鉄は、 本州連絡に関しての競争力を失い、その末期には、函館駅から扇のように展開していた道内の特急網も、札幌を起点とする方針に改められ、1986年、昭和61年10月をもって、おしゃまんべき札幌駅間の優等列車はすべて廃止となった。1960年、 昭和35年から15年計画で行われた蒸気運転全廃に向けた動力近代化計画では、函館駅お車満まんべ機関も電化計画に含まれていたが、石炭輸送水帯の影響で、新函館北斗駅を車満まんべ機関の電化は、室蘭本線東室蘭駅を車満まんべ機関と、共に現在でも実現していない。非電化区間としては特急及び、 貨物列車の本数が多く、7駅、森駅間の8の麻座区間を除いたほとんどの区間で、複線化も行われている。1994年、平成6年には、かつての運転線であり、函館本線最後の盲町線となった、上砂川支線が利用客の減少により廃止された。2030年度を予定する北海道新幹線の 新函館北斗駅札幌駅間延伸時には、本領線の沢良市線、藤城市線を含む函館駅小樽駅間が経営分離される予定である。特に、函館駅から新函館北斗駅間は、北海道新幹線に並行していないため、函館市では、当該区間の経営分離に反対する声が強かったが、2010年、平成22年3月、JR 北海道は、 函館本線のオタルイ南全区間を経営分離する方針を打ち出した。2011年、平成23年4月に初当選した、工藤久木函館市長は、同年11月24日、バス転換しないことなどを条件に、経営分離要任を表明。函館商工会議所をはじめとする諸団体が、依然として反対していたため正式決定が遅れた、ものの、 12月21日には経営分離に同意した。2016年11月16日、JR 北海道が公表した維持困難路線に関するプレスリリースの中で、本区間は経営分離されるまでの間、施設のスリム化などに取り組み、効率的な運営を行ってまいりますとされた。なお、小樽駅札幌駅間は札幌都市圏輸送の使命を担っているため、 普通列車、快速含むの本数、利用客ともに多く、また、新千歳空港駅方面や岩見沢駅方面と一体的な運用を行っているなどの理由ら、新幹線開業後も JR 北海道が経営を継続する予定である。全駅北海道内に所在。なお、全区間において、駅ナンバリングが設定されているが、駅ナンバリング順ではなく、函館駅から、 下り方向に記述。駅ナンバリングの詳細については、北海道旅客鉄道の駅ナンバリングを参照。全駅お島管内に所在。なお、七重駅大沼駅間に下り専用の支線、通称、富士市路線があるが、営業キロの設定、および、途中駅はない。富士市路線は、単線非電化。全駅お島管内に所在。全区間非電化。 この区間は交流電化している、小樽駅構内を除き、全区間が非電化。この区間は、全区間伏線、交流電化。総延駅札幌駅間は3線で、小樽方面への伏線と、薩沼線直通線の単線を併設。札幌駅白石駅間は、岩見沢方面への伏線と千歳線直通線の、伏線を併設する、方向別伏。 排宿環上にあるものは除く。括弧内は営業記録。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。